うっす、おら、ふん。もこ、おはよう。もこ、おはよう。もこ、顔がかわいいな。はい、到着しました。もうめっちゃ眠くて、暑いし、きついわ。今日はね、こういう森林の中で伐採作業でーす。ゴミ袋でーす。今伐採の作業中ですね。俺は屋根の方に飛び出してる桜の木の伐採をしてます。こっからね、海も見えるんですよね。まあまあ眺めですね。今仕掛けの準備してます。おっす、おら、ほん。皆さんおはようございます。一回11時半に起きて二度寝しちゃダメだと思って顔を洗いに行ったんですよ。もうバシャバシャって洗ってすんごいスッキリしたんですよ。そしたらスッキリしすぎちゃって二度寝しちゃいました。そう、どうすればいいんだよ、どうすればいいんだよ。よし、パスタ食うか。もうこの飯見飽きたぜ。じゃあこれからプロテイン輸送しますんで、当選者の方々はもう少々お待ちください。今休憩中です。我々の休憩時間、基本的には木の上で過ごしてます。まあ、下の人にいるね、人にでドデカミ買ってもらいました。円上げ。今ね、マンモス梅の描写撮ってもらいたくて師匠の池田さんに降りてきてもらってます。いつもありがとうございます、池田さん。ふざけんな。じゃあ差し入れのドデカミいただきます。マンモス外とあれで違うんだ。え、待って、前の車のプレートナンバー俺の誕生日と一緒なんですけど。マジいらねえ、ちょっと笑えよ。あー、いけない、いけない。いやー、くそ。いやー、今日なんだっけ、何時からだっけ。5時半からか、5時半からまだゴミ袋先輩と電話で相談する約束してたんだけど、いけない、いけない、やっちまった。ああ、Got everybody, Mr. Kitchen Guy. How's going? How about today? I'm fine, thank you. Fuck you. テレビの前のみんな、こんにちは。急に始めんなよ、マジで。あれあれあれ？元気がないぞ。無家境。お前もう。みんな。元気ねえよ、俺も。みんな、カンボジア。はい、それ。はい、ここ、カンボジア。こんな展開、ファンタスティック。おいおい、話止めろ、お前、急に。やりきるなよ。な、やりきんなよ。急にギャグ始めてよ。調子はどうですか？俺、まだついてこれてねえよ、俺。遅刻された腹立たしさのは勝ってるわ、まだ。あれですか？本当ですか？相手の様子とか見ろよ。はい、相手の様子見て、はい、あ、これだったらちょっとギャグかませるかもとかさ、そういうのよ。状況見てから始めないと。はい。じゃあ、こっちもなんかこう、スーって入ってこないしさ、せっかく面白いボケしてくれてんのに。すごい元気そうですね。うるせえよ。なんだよ、それ。何の会社だよ、それ。全然俺が話してることの返答じゃないじゃん。はい。はいじゃねえの。もう次につなげよう、つなげようっていう気がすごくても。じゃあつなげろよ、早く。まあ、いや、あとで、あとでやります。いや、もうやっていいんじゃない。ま、前ですか。やりきり力がないのよ、やっぱり。そ、やりきり力がない。ないと、もしやるんだね。やりきり力がないっすか。前ですか。え、うん、そんなバハマ、はい、それ。おいおい、バハマ。はい、ここ、バハマ。いやいや、さっきと同じネタじゃねえか。これをこう。わけわかんねえだろ。おい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 、お前わけわかんないだろ。いや、それそうだろ。ついてこれねえっつってんの。はい。しかも、同じギャグをちょっと後半に控えさせておこうとしてたんだとしたら、やっぱちょっとずれてるわ。ずれてないっす。いやいや、長州小力みたいに言うなよ。ずれてんだろ。おいおいおい。おいおい。ズズズズじゃねえのよ。おい、ドール飲むな、お前。おい、カス。やめろ。もう一杯。いや、普段のルーティンで撮れよ、お前。俺との時間でそれやんなよ。描写無駄だろうよ。そろそろ質問いいっすか。すごいな。ちょっと話長いね。そろそろ質問していいですか。ちょっとお願いします。僕、まあ昔からなんですけど、うん、も、物に愛着がつきすぎちゃって、捨てることできないんですよ、なかなか。へ、なんか、バッグを捨てるにしても、うん、なんかもうボロボロになっちゃったんですよ、チャックとか。で、うん、で、捨てよう、思った、と思ったんですけど、なんかこのバッグと一緒に、うん、うるせえな。で、このバッグと一緒に。
このバッグと一緒になんか楽しい場所行ったなとか、そう、このバッグと楽しい場所行ったな、辛いことしたな、雨の中ずぶ濡れになったなとか、会社行ったなとかいうふうに思うと、なかなかまだ捨てれなくなーと思って、なんか修理したら使えるかなとか思ったりするんですよ。で、すぐそこに今、ズボンがあるんですよ。もう股ずれしちゃって、みっともないんで捨てようかなと思ったんですけど、なんか、このズボン履いて、好きな子と一緒にご飯食べに行ったなとか、楽しいとこ行ったなとか考えると、捨てることができないんですよね。どうしたらいいかなと思って。はい。まあ、それいい感覚なんじゃないの？まあ、物は大切にしようっていう感じはやっぱあるんですよ。ああ、それさ、あの、恋人に対してもそういう気持ちになりそうな気もするけどな。結構なんか執着が強かったりするのかもね。もしかしたら。ああ、そうかもしれないです。いや、そうですね。まあ、大切なものだからこそそうなってるとは思うんだけど。まあ、一方でちょっと、なんか、重いというかね。重いですね。確かに。重い。って、はい、思われちゃったりするかもしれないね。まあだから、それすらも受け止めてくれるような人が、今後のね、良平の人生で、現れてくれるといいんじゃないかなとは思ったけど。相思相愛な人がそのうち出てくるってことですね。そう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 。可能性としてはね。なるほど。まあだから、それまでにちょっとトライを続けるっていう感じじゃない？なるほど。おいおいおい、な、いい話してんだろよ。ズズズじゃねえんだよ、お前よ。わざと音立てんな、カス。すっぱ。おい。じゃあ飲むな、ね、うるせえよ、お前。ペーなら飲むなよ、お前。好き好んで。これが癖になるわ。いや、感覚ずれてるよ、お前。もうそろそろいいっすか、お話。長いんで。早く切れよ。もういつか切って。カスか、マジで、お前のその。もういつか切って。いや、切れよ。今日もありがとうございました。ありがとうございました。うるせえ。キレカス。家に着きました。食事ね。最高だわ。こういうの待ってるの。マジ感謝。かわいい。はい、じゃあいただきまーす。熱いと思うよ。マンモスうめえ。ちょっと、バージョン変えてきて。はい。変えてしまってきます。ベイ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 、もう我慢できません。もう何も思いつきませんということで、今日は先にね、ハガティの梱包をしていこうと思うんですけど、なんとね、4人かな、誕生日プレゼントとしてハガティをプレゼントしたいっていう依頼が来てるんですよね。まあ大好きな彼氏にプレゼントとしてハガティを送る、もしくはまあ仲のいい友達にハガティを送る、まあもしくは自分へのね、ご褒美としてハガティ誕生日プレゼントとして欲しいっていう方々がね、めっちゃいるんですよね。いや、ありがたいですね。一人一人はちょっと今回は紹介しないけど、ぜひそういうプレゼントとしてもね、ハガティはぴったりだと思うので、ぜひ購入してみてください。じゃあ、書いていこうと思います。はい、書けました。みんな誕生日おめでとう。うっす、おら、ほも。はい、おはようございます。こんにちは、黒です。今日ね、もうちょっと寝坊を仕掛けてるんで、急いで向かわないといけないんですけどね。ちょっと眠いです。到着しました。ステーキ食べたい。じゃあ次はね、プロテインの当選者にプロテインのね、送るべく梱包していこうと思います。はい、オッケー。ということでお疲れ様でした。今日はですね、まあなかなかいい稼働ができたんじゃないかな。 T シャツの梱包も進んだし、あとプロテインの梱包も進みました。まあ今日送って、プロテインはあともう二人残ってるから、その二人ね、まあ二人なら今日送っちゃうって話なんだけど、ちょっと今日予定がね、まあまあ詰まってるから、まあちゃんと起きれればね、もう二人分送れるんだけど、まあ起きれなかったら月曜日に回します。それぐらいかな。まあ動画っていうよりかは、まあ今日記事とか書けたらいいなとは思うんですけど、まあ、ネタはちょっと今日探します。なんか感じかな。それぐらいだね。今頃ゴミ袋先輩はお仕事で起きて、ハガセブンが今頃寝ると思うとめっちゃ腹立たしいですとか言ってる頃じゃないかな、多分。知らんけど。じゃあ僕は、まあ、夜活動したんでちょろっと寝ます。はい、じゃあおやすみ。おはようございます。今ね、あの現場に向かってます。またね、ちょっと師匠の池田さんに今運転してもらってる感じですね。今日どんな感じの現場なんですか？お前が運転してる。
ジム行くって言ってもらってもいいですか？絶対カットしないんで。じゃあジム。ほら、ほ。はい、おはようございます。一回ね、トイレで起きるんだけど、11時半に。で、12時まで軽く目を閉じてようと思ったら、2時間経ってたんですよね。でもね、6時間以内にちゃんと起きてるんだけど、やっぱ寝る時間が時間だからね、やっぱこれぐらいの時間になっちゃうんだよな、っていうのが。バカみたいに寝てるわけじゃないんだけど、バカみたいに寝るのが遅いからさ。って感じです。はい。じゃあ、急いで飯食って、T シャツとプロテインの改装を しようかなって思います。はい。はい、ということでプロテインと T シャツ配送してきます。当選者の方、購入者の方々は少々お待ちくださいね。はぁ、あ、太陽光が気持ちいいぜ。おぉ、ということで朝飯準備できました。なんか気分がジャンキーというか、ご飯とか胸肉とかリーンなものなんか食べたいなって気分じゃなかったんで、ラーメン、塩ラーメンか味噌ラーメン悩んだんですけど、味噌食べます。あと卵ですね。気分が卵、いただきます。おー、すごい。新宿2丁目最強のバルク、ハガセブンこと平成23年度、横浜高校柔道部卒業生の、ハガリョウヘイです。この度はですね、山下先生からプッシュアップバトンが回ってきたんですけど、なかなかやるタイミングが合わなくてですね、ちょっと放置しちゃってたんですけども、今回ちょっと時間が取れましたのでやろうと思います。放置しててすいませんでした。3週間ぐらいちょっと放置しちゃってました。はい、しっかりやらせていただきます。内容はですね、なんかプッシュアップ、まあ、腕立て伏せをやって、それでまあ横向性なのか、まあ、柔道部なのかちょっと存じておりませんけど、回すという感じみたいですね。後でそれは確認させていただきますけども、まあ、山下先生から名指しでご指名いただいたっていうことで、これはやらなきゃダメですね、絶対ね。なんで、まあ、僕もつなげようと思います。ちょっと今回全身筋肉痛なもんで、膝のね腕立てをやらせていただきたいんですけども、やる前にですね、ちょっと思い出話を振り返ろうかな。じゃあやろうかと思います。よいしょ、これでいいかな。よろしくお願いします。はい、ということで15回腕立て伏せやらせていただきました。ではハガセブンでした。どうもありがとうございました。お疲れ様です。こういうクロです。今仕事終わりました。まあ日中ねクソほど動いてるんで、仕事終わった後ってめちゃくちゃ腹減るんですよ。で今日帰りにコンビニも何も寄んなかったんで、飯食うのねえなーと思って、まあカバンの中たくさん、まあ頑張って漁ってみたらですね、あのカントリーマームのあのバニラ味出てきました。もうね、あの川の奥底にあったからね、もうこれ粉々。うわあ、いけねえ、いけねえ、また忘れてたよ。今日何時からだっけ？今何時？今18時16分。今日18時からゴミ袋先輩とまたテレビ電話したくて、もう悩みがすごいあるからさ、やっぱりちょっと時間守んなきゃいけないよね。いやー、きついなー今日も。こんばんは、キチガイ。すいません、また来れちゃいました。忘れてたやつがそれ被んねえだろ。え、いや、絵じゃなくて、はあ、めちゃくちゃ仕込んでんじゃないの。いや、これ家で被ってんすよ、ずっと。いや、気違いかって。あったかいんで。いや、かすか、うん、はい、ゴミ飛ばすなよ、もう画面についてる。はい、はい、じゃねえよ、もう早く進めろ。なんだよ、今日の相談なんですけど、僕すぐ腹の具合が悪くなっちゃうんですよ。病気じゃない？そんなことないっすって。なんだろうと思って。まあ、頭の病気だよ。頭関係ないし、なんなんだろうな。マメゴ使うなよ、お前。なんだろう、なんでだろう。うっ、くぅ、腹の具合がまた悪くなってきた。くぅ、腹の具合が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 、は、パラ具合。はい、それ。はい、ここ、パラ具合。面白いな、それ。わけわかんねえだろ。わかんねえよ、お前も。いや、よくなくて、お前。はい、ちょ、よくしてくれ、こういう、お前。また、チネン君出すか。チネンだよ。お前よ、おい、ね、やめろ。ねえねえ、お兄ちゃん。どうしたの？チネン君出してんだよ、もうよ。え？お腹の具合が悪い？まだ助かるよ。まだ助かるよ。まだ助かるよ。まだガスカル。あいつ、俺。来る来る来る。もう来てるよ、来てるよ。はい、ここ、まだガスカル。遅刻してることについて俺はちゃんと議論したいけどね。笑ってないのは、どこの、ドイツ、はい、ドイツ、はい、それ。はい、ここ、ドイツ。だんだん面白くなってきてんじゃねえかよ、お前よ。会話しろよ。そうだ。はい。すいませんがないのよ。
ってないのはドイツってもう、笑ってたけどね、俺はもう。このネズミの帽子どうしたらいいですかね。捨てろ。捨てろ？すぐ。捨てるんすか？早く捨てろ、それも。売った方がいいですかね。売れますかね。売れますか。おい、はい、急に会話強引に持ってくんなよ。会話強引に持ってくんなよ。だよ。売れるわけねえだろこんなのよ。そうですよね。誰が買う。そうですよね。いやこの帽子やっぱり。うん。売るくらいなら売るくらいならウクライナ。はいそれ。はいここウクライナ。合ってるかそれ。しかもなんか前回なんか物への愛着とかすごい湧くからって話してたのに売れますかねってもう急に物を売る気になってんの。あんなに僕あの物に対しての愛情がふがふがなんですよみたいなこと言ってたのに。ああ、はあ、そんなこと言ったような気が。やめろ、おい、じゃねえんだ、お前。画面切り替えてからその顔すんのやめろ、お前。カス、聞いてんのかよ。おい、舌磨けよ、お前、汚えの。磨いてるし。ガーンと思って。はい。どういう感情だよ、お前。いやー、そろそろいいっすか。こっちのセリフだよ、ほんとに。ちょっと、この後予定あるんで、この後予定あるんで、そろそろ切りますね。マジバグってんな、お前もう。まあ、あれじゃない？あの、相談の内容からすると、普通にセイロガンとか飲んで、あの、早く寝た方がいいんじゃない？はい、わかりました。いや、会話の咀嚼が早すぎんだよ、お前よ、はい。じゃあ、今日もありがとうございました。悩んでねえだろ、カス。おしょー。綺麗。ということで、ちょっとね、仕事進めるつもりだったんだけど、全く進まなかったな。ちょっと反省ですね。明日から巻き替えしていけたらと思います。ということで、ちょっと横浜で用事がちょっとあるんで、ちょろっと行っていこうよと思います。じゃあまた後で。はい、今、家に到着しました。なんか、鶏のやつと、サンマのなんか、佃煮みたいなうまそうなやつと、あと、ごぼうの唐揚げ、サラダ、味噌汁でーす。電揚げー。はい、じゃあいただきまーす。もう、もぐもぐしてるじゃん。これね。うん。これ。いただきます。まぶすね。ということで、まあ、用事が終わりました。今、館内なんですけど、横浜に帰ります。今日はちょっと全然ね、仕事進まなかったけど、明日からはちょっと、仕事をちゃんと進めようと思うので、頑張ります。ということで、まあまた家に着いたら、なんかね、まあ描写撮ろうかなと思います。はい。じゃあ、また、今度。ということで帰ってきました。今日はね、ちょっとまとめる体力がないかもしれない。うん、まあ今、夜の1時半だけど、まあちょっと今日はね、早めに寝るかもしれないですね。なんだろうね。ちょっと今日はちょっとまとめる体力がないかもしれないから、あと仕事もね、ちょっとやれる感じじゃないんで、今日はちょっと寝ます。もうちょっとね、今日全然秒数取れてないね。ごめんなさい。ちょっと明日から、巻き返していきたいと思います。ごめんなさい。本当にごめんなさい。じゃあ、ちくもがね、ごめんなさい。じゃあ、おやすみ。ということで、これ食べて寝ます。鶏胸肉、サラダチキンね、サラダチキンとキャベツのスープとプリンです。おやすみ！ということでね、ちょっと、LINE でテレビ電話してたんですけど、2時間半もテレビ電話してたわ。初めてだ。テレビ電話で2時間半ってやばいよね。もともと夜仕事はできないだろうから、そんな気分じゃないから、まあ、するつもりはなかったんだけど、2時間半もテレビ電話してたわ。もう朝だよ。さっさと風呂入って寝よう。ジョンコーナーはどこだ？ライベイベイベ、うまい、もう一杯。ということでお疲れ様でした。いや今日は全くね仕事進めなかったんですけど、たまにはね、こういう日はあっちゃダメですか？あっちゃダメですかね。今日はまあ早く起きたいけど早く起きれるよう努力します。早く起きて仕事進めたいね。まあ昨日進まなかったから今日か。もう土曜日ではもう曜日感覚とかないよね。うん、なんか今日金曜日なんだ、今日土曜日日曜日ってもうなんもないから一週間がもうマッハのように光の速度で過ぎていくのを感じます。はい、早くいつもの日常が戻ってくればな。なんか緊急事態宣言も39都道府県だっけか知らんけどなんかね解除されたっぽくて、うん、早く神奈川ね、解除されてほしいっすね。まあ、今回はこれで締めようと思います。じゃあ明日は仕事頑張ります。おやすみ。